織さん。私以外の人に宮村のそういう格好とか見てほしくないな。この時間は俺だけのものだって思うし、このままでいられるのかな。俺はここにいるけど、たった5日間がこんなに長かったなんて。今日こうくれないかな。私たちずっと一緒。ずっと一緒。堀さん。宮村。僕たちの物語はまたここから始まるんだね。うん。堀さんがいて、みんながいて、見たことのない景色ばかりで、怒ったり泣いたり笑ったり、どんどん日々は色づいていくんだね。堀宮ピース。2023年7月より放送開始。